かな。見ないか。足りない。出るか。落ちない程度には縛ることができたので、これで道へ戻りましょう。そしたらここに木の枝を粉砕してチップ状にしてここに巻きたいんですけれども、ミニトマトの残骸がたくさんありますので、今日はスチールの FS250 にマキタのシュレッダーブレードとシュレッダーガードを付けて、この野菜くんたちを粉砕していきたいと思います。はい、皆さんこんばんは。昨日の続きなんですけども、グリッドラインと建物の整地がちゃんと直行してなかったんで、それを直しました。で、上結構広く整地しましたんですけど、上と下どっちをはい、さすがにハイパーマシンとシュレッダーブレードの組み合わせは最強ですね。ここにミニトマトの硬い枝もコッパみじんになりましたので、この後は強力の KC70 で、こんな感じで盛り土と切り土でこんな感じになってるんですけどね。まあこれ落っこちたやつらは出てこれないですよ。で、まあまだこっちは相当この切り立った崖の高さぐらい掘ったんですけどね。で、この掘ったところの下の段を拠点にしようか、それともこっちの上の段を拠点にしようか、まだちょっと悩んでます。で、ここメインにする気はないんで、ただの出先に使うだけなんで、実際そんなに大掛かりな建物建ててもしゃあないんで、どうしようかなと思ってるんですけど、ここね、一つ向こうは山が隣接してて、山から降りてくる、狼とか、ワイバンじゃなくて、なんていうんですかね、飛んでくるやつ、あれを結構落とせる、枯れる場所なんですよ。だから免許店はあっちの方に置いといて、でここは何が来るかっていうとですね、とにかくトロルが湧きます。それからあと沼のものが湧いてくるんですよね。沼近くにあるのかどうか分かんないです。まだ全然歩いてないですけどね。で、実際ですね、最初上陸したところ、このすぐそこなんですけど、上陸してこっちを拠点にしようかなと思って見た場所はね、ここら辺なんですけどもね、ここ向こう側、ほら平地でしょ。やばいんすよ。木切ってるとね、やつが飛んでくるんですよ。なんだっけ、蚊が。あ、来たんじゃないかな。来た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 
来た。ああやばい死ぬ。でもまだ死なないな。見えないんだよね。ん、なんだ。ああこいつかよ。なんかピチ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 音すると思ったら。あ、ここあれか。霊廟か。今更レビューなんかもうどうでもいいですけどね。あれ？デスキートどっか行っちゃったな。ラッキー。あ、皆さんあのレビュー探索結構やられてきた。どこ行った。あ、違うか。鳥か。霊廟探索して、いろんなものを集め、集めてると思うんですけどね。スルトリングの核だけはね、霊廟はバカらしいですよ。一箇所でせいぜい集まったところで10個かそこらでしょ。どこが一番いいかというとですね、実はですね、スルトリングの核は沼なんですよ。沼のそれも沈んだ霊廟じゃなくてね、外のスルトリングっていう火の玉を投げてくるやつらがいるじゃないですか。あれの近くにですね、石で作ったなんていうんですかね、カリバーのタワーを作ればいいんですよ。そうするとね、とにかく一定時間で3体ぐらいが攻撃仕掛けてきます。で、たまたまそこに居合わせなくて探索に出かけてるとね、勝手にやつらなんていうのかな、攻撃終わると自爆するんですよね。おやば。でその自爆したものが結局スルトリングスの核になって、そこら中に落ちてるんですよ。で結局私の、うわー、ここずっと道じゃない、やばいな、近すぎるな。拠点に今いくつあるのかな、あれ20個で1単位ですよね。20個が30個ぐらい、いた、30個ぐらいあるんじゃないかなと思うんですけどね。はいはい、おっすね、あんたも。はいよー、はいよー、お疲れ様でした。なんとか作業終わりましたね。軽トラの左に左ナイフが、あれなんだ、なんで、あ、矢がない。あ、矢補充してくるの忘れた。そうですか、はい、じゃあ16mm のギアでやってみたらこんな感じですね。仕方ないから、こっちでいきますか。今回は枝を軽トラックで運んでここへ持ってきてウッドチッパーでやったんですけれども、一番大変だったのは軽トラックに枝を積むのが一番大変だったかなと思います。次回からは面倒くさがらずにこのチッパーを現地へ持って行って現場で作業したいと思いました。当たってるね、全然。あれ、空振り。え、あんたは死んだ？嘘だろ？いや、
す、いつ以来だろう、トロールに殺されるの。信じられねえ。何持ってこうかな。弓手矢があればいいな。一撃入ってるから多分 50% ぐらい削る、ここじゃないか、 50% ぐらい削れてるでしょ。装備いらない。あんまりいっぱい持ってっても仕方ないけど、魚でも食うか。どうしてすぐ終わるからな。うわそっか、矢作ってなかった。あら、弓もないじゃん。ちょっと待って、弓も矢もなし。どうしましょう。あら、最近全然作ってなかったもんな。やばいね。ちょっと待ってよ、どっかにあったな。あ、そうだそうだ、どこだっけ。あ、そうか、これかな、多分。ん、ここじゃないか、ここかな。トロの頭ばっかり、いらない。マップ見りゃいいんでしょうけど、めんどくさい。頭に行ってみないと何も思い出せないから。あ、多分ここにあるんじゃないかな。結構ここ運び込んだからね、すごいでしょ。何回も往復したの、ここは。あらまあ、こんなとこにドラゴンの矢がある。あ、ドラゴンの卵がある。いやー、弓がないな、弓ないな。一番最初の拠点。あれ？これ一番最初の拠点じゃないぞ。これ緊急退避所じゃん。ああ、本当に覚えてないですね。本拠地はどこに行った？本拠地どこに行った？いつもここで ぶつかって大変だからって移動させたんだけど、どこに移動させたんだっけ？これは港でしょ？あれ？どこに移動させたんだっけ？ん？まだ作ってない？もしかして。これは、まあ、緊急だよね。ん？じゃあこれは何？
これも緊急？あ、おかしいな。あ、これ間違ってるな。あれ2つ同時に繋がる、3つ繋がるってことあるんですかね。本拠地だ。あ、本拠地つながった。よし。え？違う。つながんない。本拠点？違うな。本拠地じゃなかったかな。どう、おかしいな。これとこれをつなぐやつなんですけどね、名前本拠点にしてるはずなんですよね。うー、なんでやね。どっかに本拠点まだ作ってあるのかな。ちょっと見てみましょうか。さっきのところ名前変えたのかもしれない、もしかして。これ何や。あ、これ本拠点だ。だからだ。いやー、やっぱり夜中にやるとダメですね。ね、多分ここが、ここに昔の道具の一部があるはず。あった。ちょっとこれじゃ弱いかな、トロール相手に。まあ頑張ってみましょう。そんで上に。暗いな。なんでこんなに暗いんだろう。なんで照明がみんな消えてるんだろう。どうして照明消えちゃったの。どこで死んでしたっけ。
あ、そうか。まっすぐ。ああ、ジャンプが見えない。やばいな、これ。死ぬなよ。よし。いや、ここ違うじゃない？ちょっとこっちこっちこっち。おい。嘘だろ、はあ、疲れる。弓はもうないぞ。作れなかいやー悔しいな。なんか2回もトロにやられるなんてありえないわ。これ後からか。ここ何でしたっけ？あ、鹿側ね。ここはいいね。おい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 、走るな。しなかったな、確かな。いやー、ヒント4本じゃダメだな。鉄あるから、鉄の羽根がどっかにあったかな。羽根、あれ羽根、やばい、羽根がないか。
羽どっかにどっさりあったはずなんだけど、どこ行っちゃったんだろうね。いや、本じゃなあ。これ持っていこうか。この音になれば多分助けにはなるだろう。矢がないと木の矢か、最悪。へぇ、鉄の矢、跳ねないとダメでしょ、ほら。ピーチ石は跳ねなきゃダメだしね。木の矢だと、もう木の矢で行くか仕方ねえな。うーわ。いいの嫌だって。どうですか。50発ぐらいやってなきゃないんじゃね、これ、もしかしたら。うーわ怖い。あ、じゃあ装備しとくかな。昔の装備。こいつ使うか。これだったら強すぎてもったいないんだけどね、これね。もったいない、強すぎて。こっちにしよう。はい、よいしょ。あと接近戦になった時用、接近戦になった時用に剣がないかな。あ、斧でいいか。斧でいい。うん、これでいい。ここに剣あるけど、こっちの方が強い。よっしゃ。これでいいんじゃないかな。これいらねえけど、まあいいや、めんどくさい。どこでしたっけ。うん、なんか松明あるかな。松明どこなかったっけ。あー、近そうだよ。ヘッドライトも持ってかれちゃったんだからな。あ、残りがない。松明ってあるのかな。樹脂持ちすぎだな。
明るくなってる、よかった。こっち方向ね、はいはい。まだいるかしら、トロールさん。矢がなかったばっかりに面倒なことになって、本当にもう、いや、自分が悪い。ちゃんと装備は確認しましょう。骨なんかいらん。メイン装備はこっちなんだよな。これ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 。うわ、すげえ装備、どうしよう。あの本気装備だったからな、これ。嫌がないだけで。うはははは。あ、これダメ。これものすごい高価なもの。あとは何が必要か。あ、これダメ。ヘッドライト。この装備作れや、作れるんだけど、あの建設の時はトロール装備最高ですよね。今建設中なんで、あのトロール装備にしてる。なぜかというと、身軽だからね、あのスタミナの回復が非常に早い。だからクワなんか使ってる時にね、非常にあのトロール装備の方がいいですよね。スタミナドリンク、どれ捨てようかな。魚はもったいないな。あ、これか。いや、フィッシングやりましたよ。これ4番です。これすげえ強いやつだから、これはもう絶対持っていかなきゃな。ものすごい大量に銀使ったから、これね、あ、何喋ってたんだっけ。あれ、何を喋ってたんでしたっけ今。あれ、これ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 、これ忘れるんだよ。まあいっか、もう山ほどあるからな。あ、そうそう、魚ね、魚釣りしましたよ。結構ね、難しい。だけど、どうかな、まあ、見せますけどね。体力45、スタミナ15でしょ。持続20分。で、こっちが、あとどれかな、これか。
蜂蜜なんかだと体力はないけどスタミナが35で持続が15分、まあ、これは常にあのブーストみたいなスタミナブーストみたいな感じですね。で黄色いキノコが体力10スタミナ30で持続10、だからそれに比べるとね相当まあいいんじゃないかと、普段あの食べる分には。じゃあ、 あのほら、ソーセージ、まあ、皆さん使うソーセージですけどね、体力に関しては圧倒的、それからあと持続時間も25分と長いからね。これどういうことを言いたいかというとね、魚は料理にこの先使うことがあるのか、私はあんまり料理見てないからあの分からないですね。もし料理でこれからさらにあの何ですか、体力とかスタミナとか上がるんであれば、魚はかなりいい食材じゃないかなと思います。ただ魚あの取ってきて焼いただけでもねこれだけですからね。それでね、魚2種類釣れますっけ、なんとなんだっけ、スズキとね、それからあとあのマグロ。スズキはね1匹につき 1個しかあのこの切り、なんだ料理切り身が取れないんですよ。だけどマグロはね 1回釣るとね 3本あの切り身が取れるんですよね。だからできればねマグロを釣ればいいんですけども、マグロとあのスズキの釣れる割合はどうかな、5対1ぐらいかな、まあ、結構ね釣れる時間考えるとね、もちろんそのあれですよ、イノシシとかシカなんていうのはあっという間にあの取れますからね。だけどあのイノシシは3匹ぐらい取るとあのその狩り場から一定時間いなくなるじゃないですか。しかも同じでしょ。それに比べるとね、あの魚はねいなくならないですよ。いくらでも釣れる感じ。ちょっと動けばね、あのすぐまた他のところでいっぱい釣れますからね。で、竿を投げるのもだいたい20メーターから27メーターぐらいまでしか投げないんだけど、別に遠くに投げたからねマグロってわけじゃないんですっけ。あの20メートルより手前でもねマグロは釣れますし、だからまあ餌が高いって高いですよね。それだけあの楽に高級食材が手に入るってことではありますね。例えばあの他のスタミナドリンクとかね、こういうのはレビューなんかあの蜂蜜は簡単に手に入るけども、それだけ持続時間短いし、黄色いキノコは霊廟にいくらでもありますからね、もう山ほどあの倉庫にうなってるんだけど、まあこれもね大した体力に影響しないから、スタミナ瞬間的にスタミナ上げるだけですからね、まあ、一番いいあの使えるのはソーセージだけど、これ結構ねあの食材いろんなものを掛け合わせなきゃいけないじゃないですか。手間ですよねその分で。それ考えるとね、やっぱり、ね、あの魚っていうのはね、釣ってすぐ焼いたらそれだけであの結構使えるということで、私はね最近魚おすすめっていうか、自分では魚いいなと思って釣ってます。イノシシ肉はもう定休ですからね最近はね。オオカミ肉はいいんだけどね、オオカミ肉量が取れなくてね、やっぱりさすがに。そんなところで戻りますか。なんかもったいないのあるかな。あ、これもったいないな。3までチューンアップ、こっちもったいないな。4までチューンアップしてるからな。うわー、もう一回取りに行こうよ。近いし。ほんとね、この拠点は、トロルが湧くんですよ。しょっちゅう湧く。あれ、
まあ、霧がかかって見えなくなりましたけど、外回りやらいで囲ってたのを、あの、まあやらいはどうしようかな、ここに来るあの敵の中で、あの火を投げるスルトリングスが来るんですよ。それからあとね、トロールがしょっちゅう来るもんですからね、やらいじゃね全然役に立たないですよ、正直言って。すぐ押されちゃって、まあ、その他やらいを飛び越えてくるあれも来るんですよね、あのスライム。だからね、やらいはねほとんどここではもう役立たずだから、こういうあの堀とドエンテ、こういうドエンテと堀で囲うしかないんじゃないかなと思いますけどね、ここはね。で、まあ、あの重要拠点でもないと思うんです。ただここで今私はね、沼を割って、次山に行こうと思ってますけど、山の次って必ずあれじゃないですか、平地じゃないですか。でさっき見たように平地がすぐそこ、ここでね、話コロ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 変わりますけどね、私はね今ね何をしてるかというと、こういうことしてるんですよ。ほら見た、素手でねパリが出せるんですよ。知らなかったでしょ、多分。まあ誰もやんないでしょうけどね。もしかしたらね、わざわざトップに武器なしってあるくらいなんだから、もしかしたらこの武器なしっていう攻撃が、攻撃とかスキルってものすごく、もしかしたら攻撃力とか防御力が高いんじゃないのかなと、逆にそう思って今上げてるんですけど、頑張って。まだ31枚しかありませんけどね。最近分かったんだけども、トロールクラスだとねパリ出ますよこれ。さっきは焦っちゃって出せなかったんですけどね、平地でもう最初からトロールが来てるなっていうのが分かって構える時にはね出せますよ。だから縦にものすごく黒曜石とかいろんなもの集めて強化するのもいいでしょうけど、わまあ僕は今とにかく焦ってるわけでもないし、皆さんとはグループ組んで のマルチプレイやってるわけでもないんで、自分のなんていうんですか、好きなプレイのタイミングとかリズムでやってるわけで、とにかくどうせだったら、どうせだったら頼む、まあなんですか、プロプレイヤーがやってないようなことをやってみようかなと思って、今はあれどこだ、霧がかかると自分の拠点でもどこがどこだか全然わからないね。どこ、あ、これ下か。まあもうこのゲームも1年以上前に出たゲームだから、プロの方々はいろんなことを試されて、まあ普通プロの方々がやってるのは、マルチプレイが多いですし、あとシングルプレイの方々はもう相当レベルの高い方々なんですよね。そういう人たちじゃないのやり方はもちろんすごく参考になるんですけども、まあ、僕は僕なりにそういう配信の中になかったことをやってみようかなと思ってました。あとは
分からずも2回も死んじゃって情けないですけど、最近死ぬこと多いですよ、不思議と。あ、ここに矢があったんじゃん。いやー、やっぱ焦ってますね。弓もここにあったんじゃん。めちゃくちゃ焦りまくり。あー、困ったもんですね。いやー、参ったなぁ。2回も死ぬことなかったなぁ。いい経験だ。あとはこれから何をやっていこうか。あ、そうそう、商人がいないかな。山ね、山まだ、まだ早いっていうわけじゃないけども、なんだろうな、魅力を感じないですよね、あんまりね。あのゲームを進めていくっていうことが、まあ、皆さんがあのクリア したいっていうのは大前提じゃないですか。ボスを全部倒してクリアしたい。でもね、あのこの先平地があるじゃないですか。平地ってすさまじくあのシングルプレイにとってはリスキーですよね。で、そのストレス抱えながらプレイするのが楽しいのかなと思うんですよね。もちろんその十分装備とか、あのなんだろう、スキルとかが上がってきたらですね、あのチャレンジしますよ。だけど今無理にその沼に、沼じゃねえ、山に行って先に進めるっていう気にはなれないですよね。山、あの山へ2回じゃねえな、何回だろう、3回かな、まあ2回以上だと思うんですけどね。あのあんまり大きくない山に当たってさっぱりあの収穫がなかったから山に行ったって感覚もない山が一つありましたけど、結局ね、山に行ったところでそうそう大きなあの収穫ないんですよね。銀しかないんですよね、正直言って。だから銀装備を揃えたいからが故にあの、山に行くっていうことだと思うんですけど、私の場合は弓さえ作ってしまえばあとはね、銀装備今んとこまだ必要性感じないし、それだけリスクを犯してまで山に行きたいという気もさらさらないですしね。まあ言い訳みたいなって、とにかくあのこれ見てもらったら分かるんですけど、高いところ走りとかね、泳ぎとかね、こんなんじゃあの戦いにならんすよね。まあ逃げるの、どっちも逃げるにはいいですけどね。で、私あげたいなと思ってるのはこのコンボ、それからあとね、ブロック、ジャンプ、あと弓はね、あ、もうこれかなり上がってるから本来なら、ね、狙い方次第だと思うんですけど、あと回すかな、回すの握り方だと思うんですけどね。ジャンプだな、とにかくな。あとはいや、実際このジャンプが相当上がって70とか80まで上がってないとね、あの楽に、草原はいいですよ、草原とかあの平地は。だけどあの山はね、山とあの黒い森はジャンプがやっぱり必要ですよね。最近黒い森でもね、あの平地の蚊が飛んでくるしね、非常にあのやばいですよ。平地の近くにある黒い森なんて本当にあの面積が狭くて、あの両側三方向を平地に囲まれてるような感じだからね。とにかくあの起伏あるところに
蚊が飛んでくるというデスキートが飛んでくるという非常に難しい、かえってあの平地にの平らなところにいた方がマシじゃないかと思うくらいあの難しくなってしまいますからね。まあそういうことでこの先ゆっくりとやっていきますか。なんでこの照明消えるのかね、おかしいな。時々ついたり消えたりするんですよね。燃料補充に行くとね、燃料は入ってるんですよ。皆さんはそうですか？このピアノの音入ってるかな、もしかしたら。やばい、今ねインターネットで家作り反面教師さんという、ソロで家を作ってる人の動画を脇で 見ながらの配信じゃない、収録してたから音入っちゃってましたね多分すいません、気がつきませんでした。ほら、コマーシャル入っちゃってる。全国の中小企業が続々導入中、ロコモビジネス。私はね、皆さんどういうの並べ方してるんですか。私は着るものはここに並べてるんですよね、こう。こういう感じで、ここ切るとこで、ここの下の段があの食べるもので、ここは全部まあ普通攻撃装備にしてますよね。で攻撃装備の下には矢とかね、あとこれはあの悪臭玉とかね、こんな感じ。これちょっと持ちすぎだから、返しに行かなきゃいけないんで、これも返しに行かなきゃいけない。こんな感じにしてますね。まあ、皆さんこの並び方はそれぞれでしょうけど、これいらねえな。まあ、今度は私は7万と決まってると。あ、そうか、足りないのはまだあそこの、死んだところにあるんだな、きっと。取りに行かなきゃということで、じゃあ、今日はお見苦しいところを見せました。次回はさっき、設置ほぼ終わりかけてるところの、おはこんばんにちは、おとじゃんです。おとじゃんです。ソニックフロンティア発売おめでとうございます。おとじゃんさんのバルヘームも参考になりますよね。ただ あそこはね3人でやってるから早いわ、やっぱりうまいしね。ただ進め方とか何ていうのかな、装備の、アップグレードの仕方とかね、そういうのはあの人たちのやっぱりものすごく参考になりますよね。ではそういうことで次の動画でまたお会いしましょう。おやすみなさい。